ってないでしょ。まだこれ棒、今坊主です。浜田さんの今の映画本当楽しみなんだよな。あそこなんかサービスやってくれてるんだもん。営業がお客さんからもらわんのがいいんだけど、営業が金もらってないから俺らをもらえるっていうのはおかしいよね。そのままサービスでやってもらえませんか。塗装って簡単に塗れるでしょって思ったの。懸念からなんか塗るまでの工程があるじゃん。養生からなんか無料で一回やっちゃうとまた来るじゃないですか、うん、でもこの間ちょっと動画にならなかったんだけど、お客さんからクレームが出て、なら洗浄が汚いとか、どういう風だって言ったら、いやこんなもんじゃん。で最後言い出したのは、そんだけお金もらってないとか。あれからの井村さんとのね、あそうだな、あれとかも。あ井村君はなんかちょっと角取れましたね。井村君が今までそんなことがなかったのに、こんなこと初めてです。嘘でしょ。出しとった方がいいかな。またああ、そんなことないけど。なんかおしゃれよりこっちの方がいいよな。おしゃれじゃない方がいいな。まあそれのが社長って感じですね。はい、もう回ってますけどね。やっちゃ。週1回のお手伝いありがとうございます。あ、全然。俺、ね、浜野さんの現場見るの本当楽しみなんだよな。本当に綺麗だね。なんか浜野さんってなんか浜野さん自体綺麗だからね。なんか綺麗な仕事してそうって。が綺麗だ。そうそう綺麗。やれる？なんか小綺麗な感じ。やれる？やれるとか話じゃない。あ、洗浄環境。え、そういうこと？あ、本当だ。これ騙したら悪いなってなるじゃん。なんか変なやっとる。平和で払ってくれるようなもん。ね。じゃあ、たまこと黙ってる泥が、うん。ちょっと声拾いづらい。うん、あ、バレたバレた。バレた。顔見てめっちゃうまい顔してる。ちょっとでも休憩できんね。あ、いいっすよ、終わってからでいいっすよ。ちょっと一つは長いぐらいの気がする。はい、ちょっと心臓をお楽しみください。音だけで、音だけで申し訳ありません。音だけで。あ、ちょっとこ見える。サイコパスだからね、もう。サイコパス。洗浄すか、この寒いのね、偉いね。寒いっすね、今日。いや、ミオは浜野さんに行きたい。おじいちゃんに会いに行きたい。おじいちゃんには行ってないね。中川区に浜野さんがいるって言ってますよ。洗浄ってどれぐらいかかるんですか、戸建てで。屋根があると、2時とか3時とか。かかるね、どんどん洗うんで。ね、あれ結構塀まで全部あれ木まであると思うよ俺は。そこから本当にあれやらせじゃないよな。そうそう、本当に来た瞬間のあれですよね。うんうん、浜田さんが嘘つけるようなキャラだったらいいけど、あのそのキャラじゃねえね。嘘ついたら顔に出ちゃうね。顔に出ちゃうね。あそこなんかサービスやってくれって言われたもんね。あ、下の塀の部分を。あ、木は塗らないんでしょ。木も塗らないんでしょ。いや塗れんでしょ。金村なんて偉いよね。営業がお客さんからもらわんのはいいんだけど、職人はもらわないよね。営業が金もらってないから俺らはもうもらえんっていうのはおかしいよね。そのはサービスでやってもらえませんとか言って。うわ、また今の現場だぞこれは。でも翔が言ったの。じゃあ新人って俺もそうだ。若い時って塗装って簡単に塗れるでしょって思ったんだけど、その懸念からなんか塗るまでの工程があるじゃん。養生からなんから天気塗らなきゃったらもう早いじゃん。まあだったらって塗れるけど、うん、それまでが手間じゃん塗装ってね。それは言った方がいいんじゃない。だから言ったんですよ、人が動けばお金発生するってね。うん、そうですよね。でこれでどれぐらいかかると思うってやっぱ教えてあげたってことでいいかもしれないです。無料で一回やっちゃうとまた来るじゃないですか、うん、だからまあ今回こういう風だけどまあいいわって。それは任せますけど、俺浜野さんと営業との話だからこれだけでもだって本当半日かかるわけじゃないですか。そうですね、うん、養生やって仕入れて丸一日ぐらいかかりますね。あ、丸一日。そうだ、3回目ついでだったらいいけどね。養生してあるところね、ここは塗り寄せなかったけど、ちょっとこうペペってさ、うん、ちょっとここだけちょっとこう赤色、ここだけ赤色にしくねえんとかだったら、まあ、あれでくせえけどまあええわってね。でも俺さ、この間まあちょっと動画にならなかったんだけど、とある現場でさ、なんかでさ、お客さんからクレームが出て、たまたま俺そのメール見て、
会社に問い合わせの。でまあ営業とか管理に行っとったんだけど、ならまあ洗浄が汚いと。で俺たまたまそのメールかなんかないかなんか見たんかな、で俺現場行って、で動画もいいよって撮らしてくれたんだけど、だけど結局まあ最後やっぱ、うん、ちょっと動画がきつくなったもんで、それは何言ったら職人呼び出して、でお前これどういう風だって言ったら、いやこんなもんですよ塗装、あの塗装の洗浄なんて。結局ね洗浄痕がブワーってあって、指触ったらつくとこもあれば、4階建てのちょっとしたアパートすわ、壁平米350ぐらい結構あるよね、足場平米で5、600ぐらいあるから、それ2人で半日だ。いやこれは結構かかりますね、インスタグラムでしょう、1日かかりますよでしょう、うん、いやそれはお前ちょっと。で最後言い出したのは、いやそんだけお金もらってないとか、ちょっとお前さ契約した時にもうその「え浜田さんこれやってくれる？いやいいですよ」って言ったらもう安い高い関係ねえだろって俺が思うの。だからこの浜田さんとね管理とかの話って俺はもう別に口挟まないけど、発言神経があるじゃん、うん、でやって、いやこんだけだ、いやそれがね口約束であったらいいや、これ意外にしか出せんもんで、ね、こういう仕事してくれないですかって、まあ言い方悪いけどね、お客さんがこれ見とるやつだから。だけどそんなことってお客さんとの話ができたらいいや。で俺よく言うんだ、この間も静岡動画撮りに行って、いやこんな CD やらんでいいだろうって、ほんで50万ぐらい値段違うわけじゃん、40万、だったらお客さんと話して、まあ雨漏りする可能性はゼロじゃないけど、別にやらんかったら50万だと抑えれますよって予算をね。営業って一つの提案じゃないじゃん、車とかで行っとんじゃないからさ、あの工事ってほんと生ものでしょ、こんなことやる必要ないでしょっていう時あるでしょ。そうですね、ここまでやらんでもいいんじゃないのっていうのはありますよ、ね、あるでしょ。でそれってお客さんとの話じゃないじゃん、勝手にそれやってもらったらいかんけど。あいいよ、うんうん、俺抱っこしちゃったら交換投げとこうか動画だけでね、動画のだけ、動画の時だけで、動画の時じゃない時は俺は子供嫌いだからそりゃそうだよな、その大人の都合だけどな、はい、俺らはどうなんですか最近忙しいですか。売り上げあんまり思わしくないけどね売り上げあんまり思わしくありませんが、ありがたいことに切れずにずっと入れてもらってますけど、あ一応レジェンドだね、レジェンド級だね練り替え道場レジェンド級だね。だけど本社はみんないいよね。そうですね、まこっちゃんたちもいいし、あと誰がおる、あっさん、浜田さん紹介のね、うん、あれいいね、はい、ちょっと面白いこと言うしね。あそうです、いや動画はあんま撮ったことないんだけど、運営すると冗談かましくない、へえ浜田さんどうだろう、まあかもなく不可もなくですねそれ悪口の方で言えば、 いい方で言ったのか、ああいいどっちですかそれそれ気になるよな、あれからの井村さんとのね、ああそうだな、あれとかも、ああそうか、なんか塗り替え道場やめたいって言って、うん、ショートぶつかったでしょ、それ使っていい、感覚が全然甘かったもんで井村君の場合はこっちは提案しても、うん、やっぱ井村君の考えで押し通されちゃうもんで、ちょっと長めに両方あります両方あります。だってもうあの来る前に携帯、あの昨日携帯で見てたんですけど、もう携帯パリパリに行かない井村君はなんかちょっと角取れましたね。あ本当、はい、それ浜野さんの感じじゃないのそれ。いや浜野さんがその自分がなんか毛嫌いしよったけど、いやみんな言ってるらしいですよ。誰が周りの。そうでしょ、あの君たちの、あ現場もなんか井村君がジュースも持ってきたとか言われて、今までそんなことがなかったこんなこと初めてですよ嘘でしょ、うん、初めて、あマジ、あ俺浜田さんコーヒー買ったんだよね俺、もらった、あまた好感度上げてきたよ渡した、好感度おじさん、おったよ好感度おじさん、飲めよかったのに好感度おじさん、あそう、あそんな噂なんだ、うわーって初めてですよ。角が取れたとか思ってるよりもびっくりしてんじゃないの、今までなかったのに急にそういうことあって、で YouTube ではそうやって揉めた揉めてないってやっとるから、それが原因なんじゃないかぐらいで思ってるのかもしれない。そんなあいつみんな浜田さんよく言ってくれたって言ってるらしいです。本当絶対そうでしょ今それ自分あげてるから好感のおじさんになってるんですか。本当当たりが柔らかくなりましたよ、電話とかでも。まあ今まあ一個管理挟んでるでしょ。いや俺大体会社行くもんで、うん、会社行くと当時電話喋るんで、浜田さんのおかげだな。
だけどその戦利品はもう頭ボロボロになっちゃったようなやつ。これの帰りまだ治ってないでしょ。まだこれ棒、今棒ですもん。本当だ。ね、こっちの方が1ですよ。うわ、本当だ。すんごいでかい。いや、これ取れんわ。すんごいって。引きますもん、これ。自分で。ねえ。うわ最初、塗り薬塗っとって、うん、効果がないんで、うん、飲み薬に変えて。もう時期だ、時期。もうこれ以上飲むと副作用が出るから。ああ、もう、もう、待っとった方がいいよね。うちでは、うちではもうこれ以上薬がありません、言われて。あ、本当。もうそうだよね。焦らんもんいいよね。あ、で、でも、あれ、新しい人おるじゃん。新しい管理の方。管理の方。シャーって動画出たから。あの人どうなんですか？もう頑張ってやっとんじゃないですの？どう？現場来る？来ますよ。どう？いや、俺はあの子は、もともと保険の店の店長やったの。あ、そうなんすか。うん、あの営業マンじゃない保険の、さらにそれの上司の店長がやると。どうなんすか。いや、俺それとマジ聞きたい。いや、もうカメラの前で人の悪口言わん人だね。まあ普通にあの当たり障りなく喋りますよ。お客さんともちゃんと喋ってるし、職人さんとはどうか、職人さんとも関係していて、他の人ではね、浜野さんじゃなくても、そうそう、でそういう時に本性出るじゃん。俺は普通に喋ってますけど。どういうこと。世間話とか現場話とか。でそれでなんかちょっとあのピリッとしちゃうのが、あ、ちょっと責任感この子あるなって、いやこれちょっとどうしようかできませんかとか、そういう責任感みたいな意味では、まあやっぱりまだ全然知らんもんで、うん、でもなんかやれそうな気はしますけど、伸びそうな感じする。はい、実習生使わんのすか。うん、まあもうでもそう使ってって臨時してかんと、うん、それでも多少ならいいじゃないですか。ほら、どうしても自分でやりたいもん。だけどもう年も年じゃないですか。いや、伝授してかんと。で、そういうでしょ、職人さんって。だから自分の技を継承してかんと。で、世の中に職人がいなくなるって言うでしょ。で、そういう、ちゃんと教えてた方がいいと思うけどね、その技を。元気なうちに、ちょっと怒ったれるぐらいのうちに。いや、いいじゃないですか。で、年取った時も楽じゃないですか。あ、そこまでが大変だもんね。あ、それはそう、みんな大変ですよ。僕だけ何もしてないわけじゃないからね。俺さ、俺だって全部やっていけるからね。さ、俺だって何もか、育ててはしょう、やめるとかやめるとかやっとるじゃないですか。毎日大変ですよ、俺も。俺だけ楽じゃないですよ。はい、それでは皆さん、ちょっとチビつけ、はい、泣いてますんで。すいません。久々の浜野さん。ちょっと現場がちょっと取れんかったんですけど。はい、洗浄チロッとだけど。うん。まあ、また次回、ちょっと塗装も取りに来ようと思いますんで、ぜひまたチャンネル登録、いいね、はい、よろしくお願いします。はい。せーの。まだ見てねー。